突撃隣の研究室。さあ、今日はちょっと変わったところからお届けします。海洋工学実験所。さあ、一体どんなものが見れるでしょうか。早速突撃します。いろんなものがたくさん置いてありますね。こんにちは。こんにちは。木田さん、何やってるんですか？水中の音波を使って、画像を通信する試験を行っています。なんか音しますね。はい、こちらの水槽にですね、水中マイクを入れていて、そこから音が出ています。こちらの壁側にあるのが、水中のマイクで、こっちの奥にあるのが、水中のスピーカーになっています。で、スピーカーからマイクに向かって信号を送って受けるというようなシステムになっています。画面の左側のカエルが今送っている画像で、真ん中の画像が水中の音波を受けてそれを再生して映像にしたものです。私の研究は水中の音波を使って、長距離で通信を実現するということです。最近開発した装置では、深海6500から水面で待機している洋上の母船に向かって画像やセンサーのデータを通信で送るというような装置を開発しました。最大でだいたい富士山2つ分ぐらいの距離を通信で送ることになっています。実は電波の方法っていうのは通信で使えるんですけれども、ジャムステックでは電波とはちょっと違った方式で、我々が培った方法で高速の通信を実現するというようなことを行っています。水中音響通信はこれからどんどん市場が大きくなる分野と考えられています。で、私たちのやっている研究開発によって、これまで通信できてなかった水中の中での通信が実現することを願っています。皆さんの生活ですと、例えばダイビングに行った時に、スマホを持ち込んで水の中で SNS を楽しんだり、メールのやり取りを楽しんだりとか、そういうような楽しい世界が待っていることを願っています。